何だお前。いや、なんかいるなみたいな。俺やで。勝利のための計画を立てろ。普通にチーですでね。これは普通にチーですだね。やべ。よっしゃー、ガモン。おぶね。ナイス。もうキーボードマウス操作は慣れやしたか。だいぶ慣れた。うわー、ひどいエイム。エイム感度ちゃんと調整したいけど、トレーニングがないからどうしようもない。ちょっと NZ はなかなか難易度高い武器だな。いや、ブレるな。やっぱあの説明にもあった通り、遠方の敵を倒すのであればタップ打ち。タップ打ち、あ、説明にそう書いてあったんだ。まあタップ打ちというか、まあ、まあそんな感じかな。セミオード打ちした方がいいですよ。あ、おいおいおい、どこにいるし。何も見えん。どっちかというと敵の背中を取れるあのパトロールモードの方がこの武器猛威を震えるな。うん、マジか。上半身あたりのダメージ判定、ダメージ判定ってかダメージ負荷が高い。ヘッドは秒で死ぬ。ヘッドは秒で死ぬ。敵のゴリアテが現れた。ゴリアテ、ゴリアテとか言ってるけど、これフィールドアップグレードだよね。あ、そうなの。え、俺そう思ってたんだけど。ああ、そうだよね。わからんからん。俺もわからん。わからんけど。なんかさっきよりブレてる気がするんだけど、つけるアタッチメントミスったかな。こちらが優勢だ。近距離マジで強い。あ、違う、これ俺のエイムがひどいんだ。さっきからなんかダメだな。もう眠たいわ。眠たいわ。タップ打ち、まあ、確かに当たるけど、うん、弱いな。別に強くはない。まあ当たるだけ。うん、そう。まあアシスト、それはそうっちゃそうだ。アシストでもね、キルポになるから、それが欲しいっつうな。キャー、見てくれはアサルトライフルだけど、SMG のような立ち回りをしてもいいのかもしれない。まあ、反動あるならそうなるわな。キャー。あ、レベルが25になったから、アイコンが金の延べ棒になったかな。おお、スコアボードからじゃそれわかんない。そうだね、表示されてないのはバグ感はわかんないけど。いやー、このイルカメスキップできないのめちゃめちゃ鬱陶しいな。そんなバグは俺別に ないけど、ね、そんなの敵のキルカメ見たくもないのに見せられる。ああ、やばい、目立つ。
資を取る。サプライボックスの物資は近づいただけで取れるようになってほしいな。お、身動きできない。仲間のワンコか。ワンコ、あ、今口笛、うん、あ、ワンコだ。出た出た出た。じゃあ俺ちょっとワンコの後ろついていってキルを狙えばいいのか。簡単です、簡単ですな、それは。新たな位置情報を報告可能。隠れてみな、マン。敵の位置をマークする。カウンター偵察機レディ。カウンターと。カウンター偵察機を飛ばす。サプライボックスレディ。物資を入手した。あ、ちょっと武器どこ行った。よし。あ、でもワンワン消えるの早くね。うん、いや、まだいるよ。あ、まだいる？まだいる。殺されてるだけじゃねえ。まんべんなく別に展開できてるわけではないのかな。かな。何匹生まれてんのか知らないけどね。位置情報は以上だ。あぶね。うわ、死ぬ。ダブルキル。調子が出てきた。あー、これマウスでハック爆弾さ、なんかやりすぎ。あ、VO剣。マジ？マジ。やばいね。え、ちょっと犬死ぬの早い。キャインキャイン。よ、呼んだ場所悪かったかな。あの、犬のキル録が出てこないです。ダブルキル。よし、ギリギリ。ワンちゃん？ワンちゃん、ちょっと。なんで俺の周辺に固まるんだい？強い NZ。勝った。ワンちゃん？ワンちゃん？ワンちゃん？ワン気もしてなくね、ワンちゃん。ファイナルキル。呼ぶ場所悪かったかな。